東京五輪柔道女子57キロ級26日日本武道館柔道女子57キロ級の吉田司が3位決定戦を制し銅メダルを獲得した。リパルテリアにジョージアを合わせ技一本で破った。準決勝で延長戦の末に敗退。銅メダル獲得にも笑顔はなく涙を見せた。金メダルを目指していたので悔しいです。もう絶対に銅メダルを取ってやろうと思っていました。応援ありがとうございましたと語った。2017年18年に世界選手権で結果を残し柔道界のトップレベルに名乗りを上げた。野獣の愛称で親しまれた同階級のロンドン五輪金メダリスト松本薫さんが19年に引退した後は57キロ級を背負って立つ存在として成長。19年の世界選手権は高校時代からの宿敵である出口クリストに決勝で敗れる悔しさも味わった。東京五輪の選考大会となった20年のグランドスラムデュッセルドルフは負傷欠場したものの実績が評価されて初の五輪代表に内定。今年1月のマスターズでは決勝でサラレオネイシシケフランスに延長の末一本勝ちで優勝を果たし調子を上げてきた。悲願の五輪メダルを手にし次世代のエースとしてさらなる一歩を踏み出した。吉田司、吉田司、1995年10月5日、京都市生まれ。25歳、福岡、敬愛高卒。小学2年で柔道を始める。左組。2017年世界選手権、銀。18年は、金メダル。18年、21年マスターズ優勝。好きな著名人は、星野源。156センチ。